グラフの裏方の十勝島です。テントすごい数立ってますね。すごい数です。ゴミですね。ゴミは皆さんの持ち帰りましょうね。よろしくお願いします。よしと、さあ帰ります。よしと、帰りますよ。ここはいいんですよ。川のすぐ近くまで車入れますんで。今日も結構車来ますね。結構来てますよね。あら、どうしたのかな。こっちで埋まったのかい。どうしたのかな。よし、よいしょ。あそこに入ろうとしてるのかな。よしよしと、堤防沿いを車で走ることができますから、下にね、下にね止めれますからね。下がいっぱいになったらここに止めるみたいな形でいいんじゃないですかね。ああ、皆さんたくさん来てますよ。まだ午前中です。午前中、朝来て午前中に帰ると、ね、昼間はあんまり釣れませんので。いや結構来てますね。結構来てます。あ、ちょっとふぶいてるんですね、これね。ちょっとだけ。いやすごいすごい。結構上流の方にテント設営して住みますね。なんかね、みんなと違うところでやれば釣れるのかなみたいなね、パラダイスがどっかにあるのかなと思っている人はね、皆さんたちが離れて釣りに来たりなんかするんですよね。皆さんにはどうしてどうしても9時過ぎるとですね、あまり釣れなくなっちゃうもんですからね、魚を釣りたい方であればですね、やっぱり夜明けぐらいにも釣りスタートするような形がよろしいですよ。たまに9時とか10時にファミリーの方来られますけどね、あんまり釣れないです、その時間帯は。ね、子供の思い出作りのためにしたらちょっと頑張って ね、暗いうちに家出て釣り場には夜明けぐらいに着くというのが一番いいと思いますよ。裏大橋ですね。今帯広の方に向かって行ってます、ね。地元の方なのかどうかあれですけども、非常に今年寒いということで、12月の末ぐらいからもうここ釣りができたというおっしゃってましたね。早い時期は結構釣れたというお話です。やっぱり朝早く来て、昼ぐらいまで、昼ちょっと前ぐらいに撤収するのが、一番いいのかもしれませんね。朝釣れて日中釣れませんから、その時間がどうしても空いて、また夕方までやるとなると結構疲れますんで、私のおすすめは、こういう早朝、夜明けとともに釣りを始めて、昼
前ぐらいに撤収するというのが一番いいんじゃないかなと思います。本当の釣りシーンなんてですね、皆さん帰る3時ぐらいに来てですね、暗くなるまでやって帰るという方がいらっしゃいますね。暗くなるとまた釣り出すんですよね。ただそれの釣り方もいいんですけどもね、暗くなると寒いし暗いし撤収も大変なもんですからね、やっぱりあまり進めることはしません。いや今日ですね、私の前と後ろでやってた方ですね、今日すごい寒かったんですけども、テントも設営しないで暖も取らないで、やられてましたけど、いやすごいですね、尊敬しますわ。私はちょっと無理です。今日のこの寒さだとちょっと無理ですね。やはりテント持ってくることをお勧めしますよ。いやここ最近ですね、大寒波が来てましてね、昨日は帯状が氷点下22度ぐらいですか、今朝もここでは20度近かったんじゃないですかね、氷点下。いや磯目もですねカチンカチンに凍っちゃいましたね大変ですわ。ここは多分2月いっぱい楽しめますんで、まだこれから楽しめると思いますんで、皆さん冬ぬかびらもあまり釣れないという状況があるもんですからね、であれば帯広から近いんであれば、やっぱり浦和の十勝川が一番近いような気がします、しかもね釣れますしね、キュウリ今日は川がれちっちゃいの2匹釣れました。釣れる時には狛江も釣れる時もあるんですけどね、タイミングさえ合えばね狛江も釣れます。何よりも釣り場まで距離がないのがいいですね。ぬかびらでしたら五の沢から釣り場まで行くったら相当の距離ですけども、ここでしたら本当に川のすぐ近くに車止めれますんで、家族連れで来られてもいいのかなと思います。お子さんがちょっと寒くてね我慢できないようであれば車に戻ってね暖を取ることもできますんでね、よろしいんじゃないかなと思います。本当はね、ここも仮設トイレなんかあれば、一番いいんでしょうけどね、管理されてるとこじゃないもんですから、そこまではないんでね、女性の方はちょっと大変かもしれません。去年は十勝川の河口も結構結氷しましてですね、大勢の方十勝川の河口の方でもですね休日にやられてましたけど、今年はどうなんですかね。帰りちょっと覗いてみましょうか。はい、もう少しで、十勝川河口橋ですね。はい、ここがそうです。昔ここで結構やられてたんですけどね、今どうですかね、やってる方いらっしゃいますかね。こんなもんでしょう。昔はこの橋の下の方ですね、下の方で僕もやったことありますね、昔ね。ここもね釣れるんですよね、釣れる時は釣れるんです。やってないですね、やってないみたいですね。ね、ここも結構やってませんね。ここもね、やろうと思えばできるんですよ。ずっと下の方まで結氷するとですね、やれるんですけれども、多分誰もやられてないと思いますね。